こんにちは、ピースの渡辺です。ですね、バスタオルの方の、ピースのね、補正薬バスタオルってやつで、ご希望の方いらっしゃれば、切手の方を送ってもらえれば、うちの方でお返しの品としてかバスタオル送りいたしますってやつね、やったらね、ありがたいことにね、本当めちゃめちゃ反響がありまして、こんな感じでね、もうたくさんでね、本当に私としてはさ、もう嬉しくてさ、なんかこう手紙がね、やっぱり一つずつみんな入れてくださってまして、でね、一応ちょっとだけですけど、お礼の動画と思ってさ、これは発信しなきゃいけないなと思って本当にありがとうございます。一応ちょっとずつ言っていきます。徳島県の方からでね、送っていただいたお客様のでね、子供がうちのバスタオルを欲しがってるっていうお手紙ありがとうございます。そしてね、徳島ラーメンありがとうございます早速ね、今日帰ってうちの嫁さんに作ってもらいます神奈川県の方からで、3ヶ月くらい前にね、うちの動画か見てくれたっていう方でね、39歳の方で、ありがとうございます。2級整備士さんとね、査定士も持ってるってことでね、手紙ね、読ませていただきましたよ、本当に近くだったら、ぜひぜひお話ししてみたいなと思いながら読ませていただきました。ありがとうございます。あとこちらのは、住所が書いてなかった手紙の方、ありがとうございますね福岡県からもいらっしゃってますね、ありがとうございます。コーティングで、ね、テロテロに現地に磨いてもらってるんでね、納車前にお値段以上の価値、出せるように努力してるつもりです。こちらありがとうございます。これね、19歳の、住所は書いてないか、19歳のね、ね、ピースみたいな会社で働いてみたいなっていうお手紙、こちら読ませていただきました。右手が生まれつき、不自由だってことでね、大変だろうね、本当に。でもね、頑張ろう、私も頑張ります。不自由だって、免許取って車の方ね、もし購入されるときにね、ピースのこのチャンネルとかね、見ててもらって、どんな車を選びしたらいいのかなとかのね、そんな参考にでもしてもらえればなと思います。福島より応援してます、頑張ってね。あとね、こちらのも、神奈川県、こちらの手紙、いやー、これは素晴らしい奥様からの手紙ですね、旦那様にサプライズぜひ実はね、ピースのポロシャツとかも欲しいってことでね、手紙に本に書いてあったので、今回ちょっとこちらの方ね、ちょっとこう旦那さんへのサプライズでやりたいってことでさ、ちょっと特別に今回ね、これとうちで使ってるこれポロシャツ、これね、あるんですけれども、これの旦那さんの体のサイズが分かんないんで、まあ一応 2L のやつ、これと同じポロシャツね、うちの方で在庫があったやつね、 あったので、アルバイトさんとかさ、スタッフさん用にってことで、新しいやつね、作ってあったのが、まあそんなに作ってるわけじゃないんだけどね、あったんで、今回特別にこんな素晴らしい手紙いただいたらさ、いやもう私としてはもうね喜んでいただきたい、ね、その思いで、
あの1枚タオルと一緒に特別にね、あのポロシャツ入れて送りましたので、ぜひ旦那さんをびっくりさせてあげてください。そしてね、またこれからもピースのチャンネルを見ててください。ぜひよろしくお願いします。あとこちらね、こちらも徳島県からですね、ありがとうございます。こちらの手紙 ね、 ね、本当にこうやっていただいてさ、ありがたいですよ。3月頃からね、見ていただいてるってことで ね、ありがとうございます。一応ね、もう本当たくさんいろんな手紙いただいててさ、いっぱい、これだけでも、昨日のやつだよね、確かね、昨日のやつだけでこんなにいただいててさ、こちらのもね、青森県からので、健一のね、丁寧な車を磨いている姿で感心しています。ありがとうございます。私も健一の仕事には感心しています。ね、いやー、本当にあの嬉しい手紙ばっかりです。本当に嬉しいです。頑張ります。本当にこんなやってさ、いろんなお手紙いただいててさ、本当にこちらとかね、これはだからあの、なんだろう、もうこの手紙をね、読ませていただいてる中でね、あのもう俺の動画のとして、これはあのね、ピースの本当にあのお礼の動画として、これ撮らないわけにいかないなと思ってね、前の時もね、一回撮ったか、最初も初日の時にも撮ったんだけど、ね、こんなに反響があるってね、正直思ってなかったんです、自分の中で。本当にこんなにピースのなんだろう、この YouTube を見ててくれてね、こんなにね、本当にあのバスタオルを欲しがってくれる方がいるなんてさ、本当に思ってなくて、いやもうだから本当に嬉しいね、なんかありがとうございます。本当にありがたい。これはね、で今日ね、もうちょっとね、今全部が全部紹介できたわけじゃないんですけれども、今日ね、うちのあの嫁さんに郵便局の方から昨日までの分かな、昨日到着分までか、全部詰めてもらって、送らせてもらいました。なのでお手元に届くのが明日届くか明後日届くか、そのくらいだと思いますね、うん、今しばらくお待ちいただければ、でも本当にあのこんなにね、こんなにたくさん、これ昨日だけですね、昨日とととになったのかな、昨日だけかな、なんかね、うちの嫁さんもね、もう本当にあの幸せそうな顔しつめてます。あんたよかったねって言ってもらってね、いやほんとよかったって、なんだもう何とも言えないよなって言いながらさ、嫁さんと一緒に手紙読みながら、ね、嫁さんがニコニコしながら本当に幸せそうに詰めてます、ね、いやでもありがとうございます。ね、こんな感じで、まあね、ピースの動画、なんだろう、これからもあのできる限りね、毎日いろいろ上げていきたいなと思ってますので、ぜひぜひこれからもどうぞね、こんなね、大したことね、本当にあの田舎の中古車屋ですけれども、ね、できる限りなんかこういろんなこと発信したいなと思ってます。あとそれとですね、あとせっかくなんだろう、もうね、この YouTube チャンネルのピースチャンネルか、これの方も、もう1万人くらい登録になりそうな感じですね。いやー、本当に YouTube 撮り始まった時にね、まさか自分のチャンネルで、自分の YouTube で1万人登録いくなんてね、思いもしなかったね。こんなおじさんがやってる YouTube チャンネルでね、1万人いく、いやー、自分でまさかそんなにチャンネル数じゃねえや登録者数か上がるなんて思いもしてなくて、いやだからね、1万人の登録者数になった時にね、やっぱり何かしらこの車の、何かちょっとこう
イベント的なものもね、なんかちょっとこう やっておきたいと思ってね、せっかくこうやってね YouTube 見てくれる方がやっぱりいらっしゃるんで、やっぱ何かしらこの YouTube に YouTube を通してね、何かやっておきたいなって思いますね。うん、何がいいだろうね。まあもしね何か面白そうなのがあるときコメントでもいただけるとちょっと参考にさせていただきながらちょっとね何かしらやりたいなと思ってんだよね。車を安く出すもいいけどね、何かしらやりたいなと思って、やりたいな。やっぱりね喜んでもらいたいよね。せっかく私みたいなこんなねこんなもんがやってる YouTube を見てくれてる方々にね、やっぱ少しでも喜んでもらえるような何かがやりたいね。プレゼント企画、何がいいだろうね。まあでも一応何かぜひこうアイディア的なものコメントなんていただけるとね嬉しいな。コメントいただけるとぜひ何かありましたらこうコメントの方入れてみてくださいそんな感じでございます。よろしくお願いいたします。じゃあバイバイ。